ってる。そんなノルさんにもう一つおすすめの依頼が。魔物討伐のクエストです。ありがとうございます。わからないことがあったら何でも聞いてくださいね。ちょっと待った。二人とも落ち着いて。ノルさんは私の担当、大切なパートナーです。邪魔しないでください。それはこっちのセリフです。私とノルは死ぬまで一心同体なんだから。なんだ、血は喧嘩か。いいぞ、もっとやれ。これじゃ見せ物だ。いってらっしゃい。今度個人的にお食事行きましょうね。え、あ、その、行ったそばからこの女。ノルのバカドン、女ってずる賢いんだよ。食事なんかに行ったら部屋に連れ込まれて、連れ込まれて解剖されちゃうかも。そんな。はけ、才の神以下が言ってたあの時の返事って何？あいつとは中学の時にネット将棋で出会ったんです。そのうち対局後にチャットで話すようになって。チャットでナンパしたんだ。違いますよ。そもそも相手が同い年の女の子だなんて思いもしませんでしたし、早指しとはいえ奨励会有段者の俺と互角に指してたんですから。俺が竜王のタイトルを取った直後に以下から付き合ってって言われて。なんで蹴る？は？蹴ってないし。告られて危機として手を出した。あいつとは何にもありませんって。でもまだ返事待ちみたいじゃない。どうせ都合よくキープしてるんでしょ、持ち駒みたいに。ちゃんと断りましたってば。もうあいつとは終わってます。じゃあ仲直りのお願い。え？また朝一緒に学校行こう。わかった。本当？じゃあ今日からだよ、すぐ着替えるから。はいはい。夏川なんかに絶対渡さないんだから。瑛太くん、瑛太くん。あら、何やってんのよ夏川。それはこちらのセリフですよ、春崎さん。修羅場すぎる。抱きついちゃいけないわけ？あなたの許可がいるの？そうよ、幼馴染だもん。私だけ幼馴染よ。え？あ？私が鬼道くんに初めて会ったのは幼稚園の年長の星組の時よ。たっくん、あーちゃんって呼び合う仲だったの。幼稚園ってことは10年前よ。あのとは9年前だったかしら。ちょっと夏川、どういうつもりよ。え？あら、いらしたんですか。小さすぎて気づかなかったわ。あの、お二人さん、人目があるんで。たっくんの浮気者！ひどいじゃない、たっくん。私に内緒で他の女と。人聞きの悪いこと言うな。他人を気遣うのは当然のことでしたよ。お前が言うか、この猫かぶりめ。鬼の皮をかぶっているよりはマシですわ。この二人、なんでこんなに仲が悪いんだ。イチカ、そろそろ説明してほしいのだが。そうですわ、イチカさん。まさかこちらの方と付き合ってらっしゃるの。別に私は。そうだぞ、ただの幼馴染だよ。あ、どうかしたか？なんでもないわよ。ほうきもシャワー使い終わった頃だし。シャワー？ほうきってさっきの子よね。あんたあの子とどういう関係なの？どうって、幼馴染だよ。ファースト幼馴染で、セカンド幼馴染。幼馴染とシャワーと何の関係があるのよ。俺、今ほうきと同じ部屋なんだよ。はぁ、いやー、さすが見る目あるね。やっぱりレッドを選んで正解やったな。落ち着け、俺、そう、これは仕事。それ以上でも以下でもないんだ。俺は桃園の友達じゃなくて、彼氏だから。さ、デートの続き行こうぜ。せやな。今日のことはキララには内緒にしといたるから、
安心しよ。何を内緒にするのかしら。すまんキララ、変な誤解生んでもうた。説明するのもやぼやと思うてな。え、いや別に炎上のことなんて私には関係ないし。じゃあそれにしても変わらないね、さやは。なんか昔のままっていうか。そんなことない。ちゃんと背も伸びたし。ずるい。は？リースフェルトはアヤトを独り占めしすぎ。アヤトと二人きりで放課後密室にこもって人に言えないような行為にふけっていたことは調べがついている。人聞きの悪いことを言うな。磯島。あ、何よ。約束のことは悪かったけど、人にはいろいろ事情があるんだ。よう言うやろ、夫婦喧嘩犬も食わんて。お、なんやややこしい奴らやな。たけしのバカ。大蓮寺鈴鹿のことか。知り合いじゃないよな。違います。だよな。じゃあなんでそんなに毛嫌いしてんだ。人格的に問題がある方だと。ですが最年少で陰陽一種をクリアした神道です。見つかれば私もなすすべがありません。大丈夫さ、あのガキも生意気だったけど結構可愛いところもあるし、俺とお前を勘違いするほどドジだし、意外に話せばわかるし。そうですか。彼女は可愛かったですか。よかったですね、初めてのキスの相手が可愛い人で。いか、そういう意味じゃ。帰ります。ねえ、黒犬の方で変な音しなかった。そう、ガラスが割れるように。なんでもないわ。何やってるのよあのバカ。犬塚め、どこ行った。裏山に逃げ込もうと無駄だぞ。俺本当に二人は付き合ってたんだな。待てハスキー、勝手かもしれねえが俺の話も聞いてくれ。聞く耳持たない。木の前でイチャつくなんていい度胸だぞ。あ、タオルつれてるぞ。まったくしょうがないな犬塚は。うなされてるのか。今タオル変えてやるぞペルシア。はあ、しょうがないのは自分だぞ。犬塚はペルシアが好き。ハスキーは振られた。